タデウシ・コシチュシコバ上のコシチュシコ、アンジェータデウシ・ボナベントラ・コシチュシコは、ポーランド・リトアニア共和国の将軍にして、政治家、アメリカ合衆国の軍人で、1794年の後期の指導者として、ポーランドとリトアニアでは、国民的英雄である。名前は、アンドレイ・タデーブシュ・バナブヤントゥーラ・カシツユシカ、ターダス・コーシツユシカ、アンドル・ウサディアス・バナベンチャー・カスキアス・コーなど、 言語によって、呼び方、発音が異なる。ポーランド語のカナ表記でも、コシチュシコ、コシチュシコなどとも表記され、従来、日本では、コシチュシコと表記されることが多かった。コシチュシコは1746年、リトアニア大公領ブレスト州、メラチョウシチナ村、ゲンベラルー市領コサバシ近郊の、先祖が、ジグムント一世の宮廷に仕えていたという。 ベラルーシ系貴族の家庭に罰子として生まれた。当地では、東方正教会とローマカトリックが併存しており、彼は双方の教会で受選し、アンドレイとタデーウシュという二つの洗礼名を授かった。ワルシャワの幼年学校を卒業後、1769年から1774年の間、ドイツ、イタリア、フランスに派遣されて、軍事教育を受けた。 彼がまだ30代であった1776年から1783年の間はアメリカ独立戦争に義勇兵として参加し、ジョージ・ワシントンの副官として戦い、大陸会議により外国人ながら陸軍巡将に昇進している。その間、トーマス・ジェファーソンらの自由主義思想に強く影響された。帰国後の1791年、ヨーロッパ初の民主主義成分憲法。 5月3日憲法を制定した4年議会に議員として参加、中道左派の政治スタンスから4年議会を主導した改革派政党、愛国党内部の主流派である恩憲改革派と同党の急進改革派との間を取り持つ役割を担い、精力的に双方の中立ちをして国会対策における巧みな政治手腕を発揮した。この直後の1792年、 新憲法をめぐるロシア帝国の干渉と戦ったが、敗れ、ライプツヒ、パリで亡命生活を送った。1793年の第二回、ポーランド分割後に、ポーランドに戻り、主にジャコバン派と農民たちを急合して、クラックフで放棄。最大の戦闘、ラツワビツへの戦いで、ロシア軍に対象し一時は、ワルシャワ、ビリニュスを抑えたが、やがて兵力を次々と補充してきた。 ロシアプロイセン連合軍に圧倒された。1794年10月に分かれ自身も戦勝を追い、ロシア軍に囚われた。コシチュシコの敗北により、ポーランド国家は消滅の浮き目に遭う。1798年にコシチュシコは、フランスへ亡命するが、ナポレオンの帝国思想や、それに基づいたポーランド政策には同調しなかった。その後はスイスに移住し、ゾーロトゥルンで、 ジョージフスに罹患して隠しした、ロシアの著名な劇作家、ミハイル・アルツェバーシェフは彦、アメリカ独立戦争の時のフィラデルフィアでの逸話、コシチュシコという性の読み方について、ジョージ・ワシントンが、タディ、君のそのコシチュシコっていう性は僕らには発音しにくいよ、とコシチュシコに言ったところ、コシチュシコは即座にこう言ったという、ジョージ、僕の性が言いにくいって、 君のワシントンも僕のコシチュシコもどっちもたったの3音節なのにかいありがとうございます。